競りを終えて約1ヶ月経ちましたけど、競り前から体重の方も10キロほど増えまして、で体も一回り成長しました。で今は蔵付け順次も順調にこなせましたし、育成厩舎の方から移動の声がかかればいつでも移動できる状態になってます。蔵付けとか気象面とかどうでしたか？特に人も手を煩わすことなく、はい、もうスムーズに進めることができました。人まで大きくなった分、死んでたなって印象あるんですけど、どうですかね、見て。やっぱり競りを終えてやっぱりストレスが抜けて、はい、もう本当に一回り二回りと成長しましたんで、より見やすい体になったと思いますね。系統的にそこにピリッとしてるところなさそうですか？ないですね、うん、もうそういうところも一切見せたことないですね。やっぱり論議場で個別に運動してもこっちの指示をしっかりと聞いて、で指示を出されたらしっかりと動いてっていう、もう反抗もすることないですし、はい、本当に扱いやすい馬ですね。